リサ・ローブはアメリカのシンガー・ソングライター。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身。ダラスの名門女子校、ホッカディスクールを卒業後、名門ブラウン大学へ進学。ブラウン大学で比較文学を専攻し1990年に卒業。大学時代のルームメイトであったエリザベス・ミッチェルと、共にリズリザというバンドで音楽活動を始める。 このバンドには、後にソロシンガーとして、アトランティックレコードよりデビューする、ダンカンシークも在籍していた。2枚のアルバムを自主制作でリリースした後、ミッチェルは、ニューヨークに移住、ローブは、ソロとして、活動を始める。1994年公開の映画、リアリティ、バイツの、サウンドトラックに、同映画に、主演の俳優イーサンホークと友人だったという縁が、きっかけで、 自身の曲、ステイ、ステイが収録される。これをきっかけにして同曲が、大ヒット、当時レコード会社未契約であったにもかかわらず、ビルボードシングルチャートで1位を記録するという、史上初の快挙を成し遂げる。後にゲフィンレコードと契約し、翌1995年に、リザ・ローブザ・ナイン・ストーリーズ名義で、デビューアルバム、テールズ、テールズを発表。 その後は、ソロ名義で、音楽活動を続けており、女優、声優としても活動歴がある。2009年に、トーク番組、レートナイトウィズコーナン・オブライエンの音楽監修を、務めるローイ・ハーシュコビッツと結婚。2009年に、長女ライラ、2012年に、長男エイメットを出産。ありがとうございます。